株元さんが有名な発言、セリフがあって、トークの切れない社長、商品優れてる説。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。僕の顧問先で安い内装業者の南山さん登場ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初登場です。僕顧問してます。面白い会社なんで、まあ簡単に自己紹介していただいて。はい、ダート株式会社の南山と申します。店舗の内装工事をしている会社です。普段はもう下請けの工事ばっかりしているような会社になります。よろしくお願いします。ここがね、面白いんですよ。後で P でも入れてもらおうかな。どうしようかな。ここにいるメンバーには伝えたいんで。なんとかの有名チェーン店、有名ブランドの、これ言えないもんね、はい、下請けだから言うなって言われてるわけです。制作実績で言えないわけですよ。だけど実際にその有名チェーン店とか有名ブランドの工事をしてるのは南山さん。ただ大体四次請け受けてるところがあって、下請けがあって、さらに下、その下ってことでしょ。はい、大変だよね。四次請けってどんな感じなんですか。まず制作実績が言えない。はい、あと何か辛いことあります。金額がなかなか利益が出しにくい。そうだよね。単価が安いです。その有名ブランドの内装なんてさ、スーパー高い値段で言ってるよね。はい、何千万かかるんだよみたいな見積もりでしょうね。はい、内装気合入ってるからね。それら抜かれて抜かれて抜かれてくるんだもんね。はい、大変だね。他には他には他にはですね、強く出れませんので、工期も短かったり。ああ、なるほどね。この期間だよ、あれよって言われるわけ。はい、あとは図面を書いたりもさせていただくんですけども、うん、そちらも漏れなく実績としては出せないので。ああ、こんなおしゃれな図面を書いて、こんなおしゃれデザインにしたのに、上が実績として取ってっちゃうわけだ。はい、そんな辛いんで僕は考えたんですよ。もう会社のサービス名を大体四次請けにしようと。名刺に内装工事大体四次請けみたいなって書いてれば、でこの前実際にその名刺を僕の周りのお金持ちに配ってみたら、みんな受けてましたね。はい、四次請けのところに直でお願いできたら、絶対安くていいものできそうな気しますよね。そして僕は何がいいと思うかっていうと、この南山さんのトークの切れなさ。こんなにトーク切れないし、別にそんなに熱くないのに汗ダラダラじゃん。はい、すごいね。ちょっと緊張。緊張で汗かくんだね。はい、きます？なんかティッシュでも。さすがにすごいね。すいません。このトークの切れなさで、なんと僕に月50万払ってきてるわけですよ。さらにブラックな会社さんにもコンサルとかお願いしてるでしょ。すごいよね。すごいじゃん、もうこの緊張しっぷりとこのトークの綺麗さ。だけどそこそこ儲かってるから僕に月50万払ってるわけですよね。普通払えないですから。株元さんが有名な発言、セリフがあって、トークの切れない社長、商品優れてる説。トーク切れるとさ、やっぱそのトークで売れちゃうからさ。こんなにトークが切れなくて、なんかこう人柄だけで受けてるみたいな。あ、腕がいいのか。いいという感じなんで、だいたい四次請けでスーパー有名ブランド、スーパー有名チェーン店やってます。そんなところに直でお願いしたら、みんないいことあるよ。発注先はこちら。他に言い残したことありますか。あとは物件を、これもう一個スペシャルなサービスで、トーク切れないからその分頑張るっていうことで、こういう物件を探してると。例えばね、今話題のハバネの市抹茶クレープ屋作りたいけど、結構条件が難しいわけじゃないですか。そこで条件を言ってくれれば、足を使って探すと。探してくるから、よかったら工事発注してほしいなっていうサービス始めたんでしょ。はい、まあ内装工事の案件がもう決まってれば、それは嬉しいです。つもりだけでも嬉しいです。さらに、こういう物件を探してるっていうのも頑張って見つけるそうです。その方は、こちらのフォームまで。よろしくお願いします。ツイッターとかも貼ってきますから、つぶやいてください。はい、頑張ります。これからも大体四次請けをよろしくお願いします。よろしくお願いします。出世して大体三次請けとか二次請けになったらいいですね。はい。目指して大体元請けですか。はい。南山さんの SNS が伸びて、腕が認められたりとかしていったら、フル側になれますよ。将来は中抜きできたらいいですね。はい。でも、まあ、工事をしっかり。自分でやるよね。やらせていただきたい。自分でやるよね。はい。というわけでした。FC チャンネルでは、本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒とね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト、豪華講師陣が教えてますんで、ぜひ、たくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。